さあ念願になった CBR250RR の試乗でございます。お、足つきいいな意外と。あ、やば、これ欲しくなってきちゃったな。1店舗だけね、実車の俺が欲しいのはね、あのマットブラックの、まあ、まさにこのカラーなんですけど、これが欲しくてね、まあいろいろ回ったんですけどどこにもなくて、最後に行った1店舗だけね、在庫でポンってね、入り口に置いてあって、まだお客さんついてないって言うんでね、今ジャックスさんってね、審判会社で審査をしてもらってる最中なんですよ。まさにクレジット申し込み完了、ジャックス、クレジット申し込み手続きは完了いたしましたっていうね。もしこれがね、面白い話でね、ローンが通った時は俺の携帯に審判会社から確認の電話が直で来るんですよ。なんでね、ジャックスから電話あったらまあ通ったってことですね。お店から電話があった時、これはね、あのダメだったって、今回はお見送りさせてくださいっていう連絡来ちゃいましたっていうことなんで、どっちから電話がかかってくるかっていうのがちょっとドキドキなんですけども。あ、来た、0120、ちょっと出てみますね。もしもし。それでは、私のお支払い業務を担当させていただいておりますジャックスと申します。はい。お申し込み内容の確認でございますが、はい、今お時間いただいてもよろしいでしょうか。あ、大丈夫です。ありがとうございます。恐れ入りますが、初めにご本人様確認のために生年月日を昭和からいただいてもよろしいでしょうか。はい、それでは今回のご利用でございますが、バイクでお間違いございませんでしょうか。あ、はい、大体で構いませんので、バイクの納車日を教えていただいてもよろしいですか。契約は済んでから大体1週間から10日ぐらいみたいな話は聞いてます、ね。というわけで、落ちましたね。私、ローン地獄に落ちました。2022年か。2000。やばい、テンパってる。令和4年2月1日午前11時29分ご愁傷様でございますいや、まずいよね。いや、まずくはないか。なんかね、嬉しさ半分、ちょっと払っていけるかなっていう半分。そう、しかもベローチェルにどっちかちょっと光沢のある金だからさ、ちょっと目は。じゃあ行きましょう、オープニングセレモニーね。 CBR かっこいいね、モーターサイクル。あ、ちゃうわ、パワーバイホンダさん。幸せがどこにあるのかまだわからない。だけどここにいて、生まれてきてどうだったのかは、これからもきっと考え続ける。このコーナーの先にどんな景色が広がっているのか、それを追い求めるために、ケピジェゲリオン発進。ちょっと暗くて分かんないんですけど、
ナーの皆様、いろいろ手をかけてくれた、応援してくれたリスナーの皆様、本当に申し訳ございません。こんな結果になってしまう。ありますか。俺が何したって言うんだよ。さあ、何なの毎月。対策すごいしてんだけど、もう もうええわ。むちゃくちゃだよ、あんな毎月倒れやがってよ。あのさ、もう倒れないように設置面積広げてるんだよ。広げてさ、これこの間よりひどいじゃん。先月ですよ、先月8万5000円かけて直したばっかりですけど、新しく直したばっかりです。ステップも、もうありえないな。すいません、ちょっともう直せないです。毎月でカバーもね、バタつかないようにぐるぐる巻きにしたんですよ。これワンチャン、これ誰かにやられてる可能性あるよな。ビクともしなくなって、揺らしたって。もうちょっとダメだ。すいません、
すいません。この間よりひどいわ。何これ、こんなことあるのかな。すいません、先月ニラを風邪で倒れて85,000円修理費払って直してあげたと思ったら、また同じ目に遭わせてしまいました。今回ね、今日は風がちょっと強くなるっていうの知ってたんで、まあカバーもねバタつかないようにぐるぐる巻きにして、風の通りが良くなるようにね半分開けて、スタンドの下接地面積を広げるね、こういうプレートもちゃんとつけて、まあ仕事行く前はこう引っ張ったりなんなりしてね、ビクともしなかったんで、まあ大丈夫でしょうっていうことで仕事行って、今帰ってくる途中にね向こうから歩いてきたら、また見たくもない光景が。今年は本当に俺ついてないですね。もう一台のバイクがやっぱしゅ、ね、故障で修理して、すぐにダボが倒れて、まあ修理出して首頸椎ヘルニア、椎間板ヘルニアになって、この間巻き込まれ事故を起こして、あ、もらっちゃってね、今日また二打棒っすね。もう直してあげられないです。すいません、もうバイクを売ります。ありがとうございました。ちょっと冷静だろう。これ夢じゃないよな。3月の3日深夜2時20分仕事帰りです。いや今日ね、ちょっと待って、なんかまとまらねえ。先月です、1月27日また左側に倒れた修理をねしてるんですよ。こんな毎月風で倒れられて、その都度これいくらだっけね、この都度これ8万ですよ。毎月毎月8万円も払えないっすね。もうさすがに、しかも前回よりも被害状況がひどいっていう、辛いっすね本当に。なんでなんで嘲笑うかのように直したところがまた全く同じになるんだよ。おかしいだろうがよ。
はい、というわけで僕のニダボがドナドナされて買い手がついたので売却ということになりました。短い間でしたけどありがとうございました。どうやら次のオーナーさん九州の方みたいなんで大切に乗っていただけることを信じております。バイバイ。楽しかったよ。しょうがない。